ライドナウです、えー。今日はレクサス新型 ES が世界初公開になったというニュースが入ってまいりました。はい、ちょっとご見ながらしゃべりますけど、はい、あの見た目ですね、はい、まあ、グリルとかヘッドランプとかちょっと変わってますけど、はい、大きくは変わってないなと思うんですが、はいですね、見た目に関しては今回本当にあの細かな違い、まあ、実はねあの拾っていくと結構あるんですけど、はい、細かな違いだったんでまだちょっと。 今たぶん一番力が入ってるであろう走りの話をしましまょうかね、はい、何かね実はすごい大きなトピックがあるわけじゃないんだけど、はい、ボディ剛性サスペンションもろもろを変えてねとにかくつながりのいいリニアで滑らかな走りみたいなことがまず最初に書いてあるんですよね。<ー>何を使いましたの前に逆に言うと今まではちょっとやっぱそこが快適性は高いけどなんかそういうドライビングの楽しさとか一体感とか。はい そういうのがちょっと物足りないっていう意識があったんだろうなということがうんわかりますねで例えば機械的に言うとえっ、ー、とリニアソレノイド式の A V S えっ、ー、とまあ可変ショックアブソーバーですね電子制御ダンパー A V S っていうのはサスペンションの中のあの絞る部分ですよね流,流圧流路、ね、はい、はい、まあ、それ A V S 自体はね、はい、今まであこれ F スポーツですねちなみにね、はい、F スポはもう A V S ってずっとついてたんですけどそれが新しいものになったとリニアソレノイド式というのも実はもう他のレクサスモデルでは 使だからで、まあ、リニアに今まで以上に、えー、緻密な可変幅であとはワイドなレンジで、えー、減衰力を調整することができるという電子減衰力調整の調整の分解能が増えたとです、ねはい、で多分あのレンジも広がってると、はい、いうようなものがまずつきましたもちろんそれをつけただけじゃダメなんですけどねそれをまあ徹底的にチューニングしたという、はい、ちょっとね正直今までの F スポーツはどっちつかずあのちょっと硬いだけみたいな感じがあったんで これ今回のはもしかすると走りも良くなり快適性も良くなりになるんじゃないかなと期待させますよねそあのレクサス始まって以来のその静粛性とえ乗り心地の向上を実現したと言っていますからまあそういうことなんでしょうね、はいはいうん、そういうことなんでしょうねはいリアサスペンションメンバーブレース合成の向上一、はい、枚板構造からねえ 2枚の板を合わせて構造に変更することで合成を向上特にねじりや曲げによる合成を高め、はい、乗り心地を、まあ、ここにも乗り心地なんですね。ど合成を高めて乗り心地を向上させるとともに高速のレーンチェンジといったシーンにおいても、うん、リニアでドライバーの意のままのドライブフィールドを実現ということですがリアサスペンションが実は FF ってすごい大事だということが、はい、まあ最近では定説というかね、はい、なってますよね。あのリアがすっごいししっかりしてれば フロントは思いっきり曲げても例えばね。あのリアがピタッとしてるから、はい、落ち着くわけじゃないですか。リアが腰くだけだと実はまっすぐ走るの難しいし、はい、というわけで、まあ、それで走りの人を高める。まあでリアがしっかりすればバネの硬さとかでね。抑える必要がなくなるんで、はい、より柔らかいバネを使うことができるとかね。まあ、そういういいこともあると思うんですよね。はい。 もう一つがえブレーキのコントロール性を向上、うんはい、と書いてますねこれがまたマニアックなこと書いてますよねマニアックですねちょっと読んでみますね、はいえー、電子制御ブレーキシステムの制御定数を変更しブレーキのコントロール性を向上、うんうん、ブレーキペダルパッド形状を変更により 足裏との接触面積を拡大、ペダル踏み込み時の安定性を向上、うん、ブレーキペダルのリンク構成内のブッシュ取り付け方法を見直し、うん、<laughs> ペダルの横方向の剛性感を向上。 自体がすごく変わってるとは言ってないんですけどす、ね、むしろ、えー、こっちの人と触れるところの部分とか,制御,とか制御が変わわってるわけですね、はいまあ、正直レクサスはじめ、ね、ハイブリッド車のブレーキっていうのはなかなかみんな満足のいくところに行き着かないなって感じがあると思うんですけど、うん、まあ今回初めてですねここまでブレーキのことを強く言ってきたブレーキの進化というか変更というか、はい、だからどれほどのもんかは楽しみですよね。ででペダルとかも実はねね大事なんですよ、ねはい、例えば踏み始め シュッとちょっとなんか反応がないまま入ってくる領域ってあるじゃないですかあ,ります、ね、ああいうのが消えるだけでブレーキってすごい信頼感が得られる、はい、でパッド形状がどう変わってるのかまだわからないですけどね足との当たりが、えー、と例えばヒールをかかとにつけた状態からの踏み込みで角度がいい感じになってれば踏んだ瞬間から滑らかなコントロール性ができる、うん、というようなことをやってるのがすごいマニアだなと。あの今 もうどのメーカーも要するに全車電動化を進めていて、はい、で回生ブレーキも当然ついてきているわけです、うん、そうするとブレ,ーキダルにブレーキフィールにやっぱみんな不満あるよねっていう声もちょっと聞こえるんですけど、はいうん、そうなって全部改正ついてくると意外やトヨタのブレーキってすごかったんだなということが出てきた上でそれをさらに頑張ってるわけでしょ <laughs> そうですねだから期待できるんじゃないですかこれわざわざここまで言うという。そうまあ そういったレクサスのブレーキもやっぱり海をどんどん取ろうとするほどにフィーリングっていうのはなかなかリニアリティがなくなるんですよね、うん、踏んだ瞬間にドーンと回星立ち上げれば一番取れるわけじゃないですか、はい、だけどそれやっちゃうとフィーリングなくなっちゃうんで、はい、そこのせめぎ合いだったと思うんですけどまあなんか今のレクサスらしい <laughs> 愚直な感じというかね そういういのが感じられますねここまで見てきて、まあ、走りのことですけど、はい、ただリリースを見る限りだと、うん、パワートレイン変更ってないんです、ね、そうですすねねそう今回の発表は一応あくまでも、えー、とグローバルでの ES の話で、はい、まあ日本は 300H ハイブリッドしかないですけど実は、ねはい、アメリカには V6 があったりとかいろいろするんで特に日本に絞った情報だと思うんで、はいまあそので ES300H に関しては変更はないのかなというところですね。 4駆出ると思ったのにそれがまあ、ちょっと今回出なかったのが、えー、降雪地帯のお客様はどのように思うのかと考えると一刻も早く出してほしいですよね。うん、噂の、はい、電動4駆ですよね。だったりねそれはセダンに採用すると言ってるだけでイエスに採用するとはまだ一言も言ってなかったですからまあそうですね、はい、まあおそらくその、えー、リアのい、e、いアクセルに関してはちょっと取ってあるのかなと、うん、勝手な想像ですけどやっぱり。はい あの新規車種、まあ、今年 NX が出るというのはまあ公然の秘密みたいになってますけど、はい、NX から使ってくるんじゃないかなというふうに思いますねでじゃあちょっとエクステリア、はい、まあインテリアもざっくりご紹介しましょう何か変わりましたかねフロントグリルはい広がりのあるグリル形状、<laughs> メッシュパターンがなんか変わりましたね横方向の流れを強調する LG ユニットの集合体で構成確かに横に広がりは感じられるからまああの 西ンらしい横幅のあるデザインになってるなと、うん、あのそんなにみんながみんなこう違うぞと言わないのかもしれないですけど、はい、あの多分先代というか前金型オーナーが見るとちょっとだけ嫉妬するみたいなね、はいまあ、それも重要なポイントじゃないかなと思いますあとまあ、はいまあ、レクサスオーナーの間ではこのグリルが出たら新しいのだなというのは、まあ、分かりますね,ねあとはヘッドライトの形状というか中身が変わりましたね アダプティブハイビームを採用、はい、ということで、まあ、これって RX、はい、それから LS にも採用されてきた、ね、ちょっと特殊なハイビームの、はい、アダプティブハイビームなんです、はい、これはあのレクサス公式にすごい分かりやすいビデオがあったので,そ,で、ね、それのリンクをここに貼っておきます <laughs> まそれが採用されましたと <laughs>、はいはい、そうですねなで単眼のランプの方も形状変わっているということであの外側の、えー、と多分シェイプというかねそれは変わってないと思いますけど中身が。 変わという感じでしょうか、ねはい、あとはまあホイールのデザインが17、はい、18、19インチともに全部変わったわけですね。うん、はい。あ、はい、りまね、はい。エクステリアカラーにソニックイリジウムと、うん、ソニッククロムの2色を追加。もう、まあ、<ー>色自体はね、あのもう他のモデルでも使われている色ですけども、はい、これいいんですよね。あの深みがあってというか、はいはい、陰影がすごく際立つじゃないですか。はい、特に私はソニ,ソニックイリジウムは素晴らしい色だと思いますね。はい、ねいいですよね。 でもう一つ面白いです。オレンジキャリパーを追加せって、F スポーツに、まああの走りを頑張ったことをオレンジキャリパーで、なるほど、そういうことしてました。そうでしたか。オプションなんですね。オプションですね。あ、F スポーツのかな。あ、なるほど、面白い。で、インテリアデザインです。こっちは何が変わりましたでしょうか。 まずはやっぱりすぐ見てわかるのはディスプレイが大きくなって手前に来たぞと,と、ねはい、LS と同じということですね、要するにまあそうですね今、もタッチパネルにレクサスを変えたので、はい、みんなあの今まではリモートタッチ前提だったので遠くに置いてあったのを手で触れられる距離まで手前に持ってきて、はい、かつまあも,ちろん画面も大きいといとう感じですね、はい、でもう1つが、えー、オーナメント加食 えー、ラグジュアリーサを演出するウォールナット素材を採用し、炭<あ>ブラック、ダークブラウンを採用炭、うん、ブラック、炭ですよ、うん、墨汁の炭です、はい、とダークブラウンを採用だそうです炭、はい、ブラックってさ初めてでしたかねうんちょっなんとなく見たいことがあるような気もするんですけど<ー> でヘアラインの加飾をレーザーで1本ずつ掘る加工方向に変更しより、えー、細やかでモダンな雰囲気を演出ああちょっとそれ実物見てみたいですねですねスミブラック i s に使ってたかなあああの LS の、えー、ヘアラインとかってすごいクオリティじゃないですかだからあれと同じようなのを入れてきてるわけですね、うん、おそらくやっぱりこう LS がちょっと車体サイズが大きくなって ES でっていう人も、はい い私の予想では。ですよね。でリアシートなんか正直従来のーシ栓所より広かったりする、はい、まあ現状でもそうかな。だからそういうあの、まあ、言ったよお金はあるよっていうね、はい、いいもの持ってきてただしでかさはこのぐらいがいいなっていう人多分そういうユーザーさんのことをすごく見てるのかなという気がしますね。でインテリアも新規カラーでヘーゼルを採用。うんうん、ブラウン系の グレイッシュなトーンのモーブを新規開発。それは、あ、それがこの色か。これいい色だと思います。いい色ですね。外装色との組み合わせで、外装ね、例えばソニックイリジウムみたいな。と、結構、こう、クール系になるのに対して、こう、インテリアはちょっとこう、ウォームな感じ。で、まあ、ちょっと、あの、ハイセンスな感じが演出しやすいので。これは楽しいんじゃないですかね。買うというか、選ぶのはね。エイドス系も、大変進化しました。 これが一番実は気になっているという人が多いんじゃないですかね。レーントレーシングアシストの、はいえー、車線認識に AI 技術を活用することで支援範囲を拡大し、はいうん、よりスムーズで途切れにくい操舵支援を実現しました。これは言っている通りの話なんでしょう。うん、もう一つですね、うんえー、レーダーーダクルルズコントロールに えー、カーブの大きさに合わせてあらかじめ減速するカーブ速度抑制機能を採用しましたえっと LS とかについてますね、はい、先にねこれねまあドイツメーカーも本国では、はい、結構つけてる機能なんですけどそこをあのレクサスもようやく入れてきたということで、はい、まあこれが最初じゃないですけどね<あ>もうすでにやってますけどね そうそうまあイエスイエスに関しては先に,に、はい、あの初めて入ったと。僕はでも AI での車線認識もすげえと思いますけどね。はいうん、なんかしれっと書いてありますけど。はい。あそんなことやってるのっていう。ですね。うん、まあ今私個人的にはもう高速道路を空いてる時なんかで運転する時はもうずっと入れっぱなしであの乗ってる状態なのでカーブのたびに手でスピードを調整してるんですよね。ああ、はい。はい、それがなくなるっていうのはやっぱり一つね大きいなと思います。 それはもうあの試してみると一目瞭然というか、はい、結局それあの今までのとスピードセット車速が高くてコーナーで途中でダメだった場合って、はい、そ,れそこで制御が終わっちゃったりするんですよね。そ,ねはい、そこで制御が続いてくれるという。 楽さもああるのでで、はいはい、とてももいいですねあのもう一つドライバー緊急、えー、通報システムでしたっけ、はい、名前はあれですけど要はちょっとし,しばらく無操作状態が続いた時、はい、要は、まあ、もしかしたら何かしらの疾患で運転が不可能な状態になっているみたいな時に、はい、えっに緊急通報してくれるシステムがつきましたね。で<す>はい、で通報だけじゃなくてあの車が自動的に自転車すると。自車車線内に減速停車し と、えー、ということですね、はい、あドア会場までしてくれる、はい、<も>ドアロックが開く、はい、誰かが作ってくれるようになるとこれはついてることで助かる人がいるそうですね,ですねあの最新のシステムだと本当に路肩に止めるとか路肩があれば路肩に止めるとかっていうのもあるんですけどまず自社船内でもと、はい、絶対止まらないように止まったほうが本当にはるかに助かる可能性が高いと思うんでこれは大きな進化進歩。はいうん こ,この発表だと、えー、ミラーは普通のアナログミラーといえばいいんです,です、ね、機械的なミラーがついているんですが、はいえー、リリースの中にはです、ねはい、デジタルアウターミラーデジタルインナーミラーのカメラ性能を向上、はいえー、明暗が混在する場所の視認性を改善するため、うん、ノイズ処理を施しノイズの少ないクリアな映像を実現と書いてます、うん、あの今まで、ね、正直言ってトヨタ、レクサス 両方ともなんですけど、まあ、あんまりバックのデジタルミラーがあんまり綺麗じゃなかったかなと、ちょっとね、ここね私、思ってた、うん、んです高精細ディスプレイを使ってほしいよなぐらいのね、はい、なんか、まずはちょっとぼやーっとしたえに見えちゃうんですよね特に夜間が、はい、ノイズが乗ってたなというのはあるので、うんまあ、やっぱりちゃんとユーザーさんの声を聞いてるということですね。うんあの ES のこのデジタルアウターミラーって、はい、まあこの手のものの中ではまあほぼ唯一と言っているぐらいちゃんと使えるなと思ってるんですよね。はい、あの前回のマイナーチェンジのえ時のものは「ライドナウ」でもねまあご紹介してますけどもあの距離の線がね、はい、あの出ると斜め後方にいる車がどのぐらい離れてるのかなっていうのガイドする線がつくそれだけでも随分よくなったんですけど、はい、まあ今回こうやってね精度が高まってくれたらまあいよいよまあデジタルでもいいかねみたいなことに 僕自身もなるかもなと思います。なるほどはい、えー。気になる導入時期ですが。はい、はい。はい、えー、二千二十一年秋ごろと。日本はね、はい、というふうになっています。えー、まあ、もうちょっと先。はい、でも、まあ、すぐですね。あの、まだ正式に発表もしてない。まあ、本当グローバルデビューをしたということで、日本仕様の。内容はまだ明らかにされてませんし。はい、さっきね、あの、パワートレイドの話しましたけど。 まあ、その頃には、例えば、そのエヌエスは出てるよねとか考えると。まあ、すごくポジティブな楽観的な予想をすると。やっぱり日本四区いるし、その時には四区だって、ってこともあるかもしれないですよね。あるでしょうね。<laughs> なんか知ってるんですか。<laughs> 全然知らないです。ごめんなさい。で,でもま、まあ、そういうこともあるんじゃないかなと。思いたいな。二段階で情報を出してくるとかあるんじゃないかなと。そうですね。ちょっと思っちゃったりしますが。うん、はい。楽しみにしてたいいます。いはい。こちらもね、乗れる機会があったら。 えー、いち早く紹介したいなと。<laughs>